これが1万分の1秒単位で測る、えー、タイマーです。ここに2つの金属球があります。金属球を接触させると2つの金属球の接触時間を測ることができます。よーい、スタート。はい、金属球と金属球がぶつかると1万分の1秒ぐらいの時間が かかったとということになります力石の学習でこの短い時間を測るということがとっても大事になると思います。